違いない。その命を無闇
ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた、閉めた、と笑いました。ところがふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるで蟻の行列のように、やはり上へ上へ、一心によじ登ってくるではございませんか。カンタダはこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただ、バカのように大きな口を開いたまま、目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここまで登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございますが、そういううちにも罪人たちは何百となく何千となく、真っ暗な血の池の底からうひょうひょと這い上がって、細く光っている蜘蛛の糸を一列になりながら、せっせと登ってまいります。今のうちにどうにかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうに違いありません。そこでカンタダは大きな声を出して、こら罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のもの。